こんにちは、訳詞時間法でございます。4月の10日に、私の初めての本となります般若心経私は歌うがですね発売になりますけれども、それを記念いたしまして、今回ですね発売記念動画を、シリーズで撮っております。今日はなんとですねこちら見本本が出来上がりました。まあ、今両手塞がってるんで、パチパチができませんけれども、感動、でございますね。これ本当に前もちょっと言ったかもしれないんですけれども、もうかれこれ1年以上前から、この本制作しておりましたので、こうして形になるということで、よりこうなんか本を出すという、こう実感も湧きますし、本当に、こうもう感極まっております。本当ありがたいですね。ちょっとパラパラめくってみましょうか。まあ、ちょっとですね写真とかも、入ってたりしますし、はい、こういう感じでね、ちょっとは見せれませんけど、そうそう、本当にたくさんですね、本当結構ねページ数多いんですよ。240ぐらいありますから、結構しっかり、書いてますんで結構なんでしょう、満腹感はあるかと思います。それですね、この第2部、この間もちょっと話しましたけど、第2部にその私なりの般若心経のね、解釈、その自分の現代語訳というか、とかもさせていただいたりしてるんですけれども、やっぱりこの般若心経の本ができるに至った理由っていうのはですね、この YouTube で、この私の音楽を聴いていただいて、そしていろんなコメントをねその YouTube 上にいただいたっていうのがすごく大きいんですよ。でその中でも実は抜粋もう全部ね載せたかったんですけども、載せれなかったので、その中から抜粋させてもらって、いくつかね実はこの中にも、載せさせていただいてます。本当にもう今までいただいたその数年いただいたコメントをねいろいろ見直しましたよ。本当に面白いコメントね、たくさんいただいてて、本当それが自分のこの活動のね本当に励みになりましたので、そうやってね言っていただいてる方がいるからこそこの音楽続けていけるんだっていうね、そういう気持ちでずっとやってきておりますので、でその中でもちょっとね一つ二つちょっと紹介してみましょうかね。せっかくなんで、これね私すごいジーンときたっていうか、死んだじいちゃんが晩飯前に家族をみんな集めて仏壇に向かって般若心経を唱えていたことを思い出す、先祖とのつながりを感じいつも泣いちゃっています。日本人に生まれて本当に良かった。いや本当に、このね、コメントありがとうございます。もう励みになります。あともう一個ねやってみようかな。そうですね、お坊さんがギターを抱えて念仏を唱えるだけでも絵的には斬新なのに、そこにコーラスが入る時点で常識を超えているこれもありがたいですね。もう現代のビア法師ってそういうコメントもありましたけども、本当にもうありがたい、コメントをたくさんいただいております。またね本をね、見ていただけたらと思いますけれども、そうやって本当にいろんな自分の音楽を聴いていただいていろんなことを感じてもらって、で般若心経が好きになったり、仏教に興味を持っていただいたり、そういう方もたくさんいらっしゃいますし、あとそのコロナ前コロナ後っていうところで大きくなんかその自分の中ではね、そのコメントの方向性っていうのもすごく変わったんじゃないかなと思ったんですよね。でやっぱりコロナ後の方がその癒しの時間を求めているというか、この音楽を聴きながらゆっくりさせてもらってますみたいなね、そういうコメントをたくさんいただいたりしてましたので、なんかその時代が変わるとともにその需要というかその方向性みたいなものも、変わっていってる中で、自分がじゃあどんな音楽、その般若心経の音楽をまたこれから作っていけばいいのかなっていうところにもつながりますし、それがすごくこの本にも反映してるんじゃないかなと思うので、ぜひですね詳しくはこの本をねまた読んでいただけたらなと思います。はい、よろしくお願いいたします。
それでは、せっかくなので、一つね、般若心経をここでお唱えしてこの動画、締めさせていただきます。マカハンニャハラミタ心経Thank you.
諸仏諸尊菩薩摩訶薩摩訶般若波羅蜜多。ありがとうございました、それでは明日も、良い一日でありますように。薬師観法でした。失礼いたします。摩訶般若波羅蜜多心経。こんにちは、薬師観法です。この度初めての本となる般若心経私は歌うを4月10日に出版することとなりました。僧侶としてミュージシャンとして今一度般若心経と向き合い一つの答えを出しました。この本が、そして般若心経が皆様の心のリセットボタンとなれば幸いです。薬師観法般若心経私は歌う4月10日発売。アマゾンご予約は概要欄をチェック。